こんにちは、柴田です。今回はどちらのギターがコスパがいいか、忖度なしにですね、音をお聞きいただいて、皆様はどちらが好みか、どっちの方がいい音かっていうのをですね、お聞きいただきたいなと思います。比較していくギターは、1本目はエドワーズの ELP125SD、 コスパ最強説があるレスポールタイプになります。そのコスパ最強たるゆえんはですね、一本動画撮っているのでぜひご覧いただきたいんですけれども、ざっくり簡単に言うと、ピックアップにダンカンが2発乗っておりまして、 JB と59、そしてブリッジだったりとか、あとペグですね、こういった金物類はナビゲーターと同じ5等のものを使用しておりまして、メイドインジャパンのギターになっております。このきらびやかなゴールドトップも素晴らしいですね。マホガニーバックのメイプルトップ、そしてネックもマホガニーになっております。そしてもう一本はこちら、私の相棒バーニーの RLC55 です。これはね、ちょっとカスタマイズしておりまして、先ほどのエドワーズと同じく JB と59、弾丸が2発乗っかっております。なのでピックアップは同じなんですよ。大きな違いはというと、中国製でありまして、ピックアップ料金とピックアップの交換費を入れても、いいとこ定価で8万円ぐらいかなと。僕ね、中古で買ってるんで、もっと安く作れてるんですけれど、コスパ最強と言われているエドワーズに、この改造した RLC55、音だけをですね、皆さんには聞いていただきたいと思います。A と B で音を鳴らしていきますので、どちらが好みかなと、どちらがいい音かなっていうのをですね、お聞きいただいて、一番最後に A がどっちのギターか、B がどっちのギターかっていうのを発表させていただきます。では、コスパがいいのはどっちだ？いきたいと思います。